皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。近年日本では在留外国人の数が増加傾向にあり、街中でも至るところで外国人の姿を見かけるようになりました。また日本人の中にも積極的に海外旅行へ行ったり留学したりして経験を積み上げている人がたくさんいるでしょう。これだけ外国人と接する機会が増えているわけですから、違う国の人と恋に落ちることがあっても不思議ではありませんよね。そして恋から愛が育まれ、結婚へとステップを進める人たちもいるはずです。しかし相手が外国人であれば、当然のことながらそれは国際結婚、その国の習慣や風習などが生活に関わってくることになり、日本だけでなく相手の生まれ育った国にも頻繁に訪れる機会ができそうです。文化の違いによる価値観や言葉の壁などもあるのではないかと想像してしまいますが、実際のところはどうなのでしょう。今回は日本人男性と国際結婚をしたあるフランス人女性のエピソードを紹介いたします。日本人とフランス人のカップルではどういうわけか日本人女性とフランス人男性のカップルが圧倒的に多いのだそう。日本人男性とフランス人女性のカップルはとても珍しいと言われていますから、なかなか興味深いですよね。それでは詳しい内容を見てみましょう。日本人と国際結婚したフランス人女性。私の名前はリリー、フランス人よ。5年前に日本人の彼と結婚をして、今は2人で日本で暮らしているの。彼が仕事でフランスに来ている時に私たちは知り合ったんだけど、直感でこの人と一緒にいたら楽しく過ごせると感じたわ。漫画や小説が好きという同じ趣味を持っていたし、彼は私が想像していた日本人の男性とは全く異なっていた。過去にフランスに留学していた経験があるらしくて、フランス語がうまく、フランス文化をある程度わかっているあたりもスムーズにコミュニケーションが取れた要因だったかもしれない。日本人男性って喜怒哀楽が表に出ないから何を考えているかわからないイメージがあるでしょう。感情を表現しないし、そもそもあまりコミュニケーション自体が好きじゃない人も多そう。そして日本人女性はしとやかで男性を立てる大和なでしこ、そんなイメージがあるから、フランスでは日本人女性がとてもモテるの。フランス人女性は私も含めて自分をしっかりと主張するからね。それを苦手だと感じる男性は日本人はもちろんフランス人の中にも少なからずいる。だから日本人女性を好きなフランス人男性はとても多いけど、日本人男性に興味を持つフランス人女性は少ないと思うし、日本人男性もフランス人女性は主張が強すぎて好きではないという人が大半だろうという印象があった。だけど夫は知り合った時からずっととにかく明るくて優しい人なの。考え方もポジティブで日本人らしからぬ陽気さがある。付き合い始めてからも積極的に愛情表現をしてくれて、それは結婚して5年経った今も変わらないわ。国際結婚になるから私たちが結婚する時には本当に大変なことがいろいろとあった。まず私の母が結婚に大反対だったの。今でこそフランスでは日本のアニメや漫画の影響もあって、日本と日本人が大好きってフランス人がたくさんいるわ。私よりも若い世代の子たちの中には
清潔感のある日本人男性に興味を感じるという子も多いみたいだし、生まれ変わったら日本人になりたいって言っている子もいると聞く。ただ、私の両親の世代となると少し事情が変わってくるの。私はちらっと話を聞いたことがあるくらいなんだけど、昔、正確には1981年、フランスである猟奇事件が発生した。犯人は日本人男性で、被害者はオランダ人女性。パリ人肉事件と呼ばれていて、それが当時の人々にものすごい衝撃を与えたらしい。事件についての詳しい説明は避けるけど、今でもフランスで起きた猟奇事件としてはトップクラスに有名よ。真っ当な日本人男性からしたらいい迷惑だと思うんだけど、私の母はこの事件の印象もあって日本に良い感情は持っていなかった。その後、私の家族の食事会に彼を誘って、彼の人柄は分かってもらえたと思う。フランスでは夕食や週末の食事は友人などを招いて、あるいは家族みんな揃ってゆっくりと食事を楽しむのが一般的なの。父は彼の人懐っこい性格をとても気に入ったようだったわ。だけど何回目かの彼のいる食事会で、私たちが結婚後日本に移住する計画を立てているという話をしたら、途端に母は不機嫌になってしまった。ふざけないでちょうだい。私からしたら日本なんて得体の知れない国だわ。あなたがそんなところへ行って暮らしていけるとは思えないと言っていた。その後、長い時間をかけて母に日本が暮らしやすい国であることや、日本で暮らしているフランス人はたくさんいるといった説明をした。彼も、僕が精一杯サポートするので何の心配もありませんといった話をいろいろとしてくれたんだけど、聞き入れてもらうことはできなかったの。うちはどうしたって母が強いから、父も母がこうなってしまうとお手上げなのよね。だけど結婚後の生活って私たちの問題でしょ。だから反対されてるからってそれをやめようという話にはならないわ。彼は母のことを気にかけてくれていたけどね。いつか分かってもらえる日が来るといいな。絶対にリリーの両親を日本に招待しようね、といつも言ってくれていた。それよりも私がもっと大変だと感じたのが結婚の手続きよ。国際結婚ってとにかく書類が多いの。日本とフランス、どちらの国にも出さなきゃいけない書類が大量にあって、フランスではヒアリング調査まである。どうやって出会ったのか、どちらからプロポーズしたのかといった質問をされるの。恋人同士なら答えられる簡単な質問ばかりなんだけどね。フランスは移民が多いから、外国人との結婚の場合は偽装結婚ではないと証明するためにも必要なことなのよ。晴れて日本でもフランスでも私たちの結婚が成立して、日本での配偶者ビザを申請し、私たちは日本へ移住したわ。日本語はフランスにいる間に頑張って勉強したの。私はフランスでの仕事を辞めて日本に来たんだけど、幸い日本でも仕事はすぐに見つかった。日本での生活をとても楽しみにしていたわ。だけど初めのうちは母が心配していたように、文化の違いに戸惑うこともたくさんあった。日本の女性って本当におしゃれよね。化粧や髪型はいつも完璧。ネイルにまで気を配る。フランスの街中でそんな女性を見かけることはほとんどないわ。普段の生活の中で化粧をすることもあまりないし、これはかなりのカルチャーショックだった。あと、やっぱり食事の違いは大きいと思う。
フランスでは毎日のようにバゲットを食べるけど、日本では米を食べる。日本にも美味しいパン屋さんはあるけど、家から半径200メートル以内にあるってわけではないから、バゲットなしの食事をとる日もあって、それは慣れるまで大変だったかな。和食って想像していたよりもずっと美味しいんだけど、日本人ってご飯とかおかずを均等に食べていくでしょ。これは今でも意識しないとできないことなの。フランスって一皿一皿順番に味わって食べていくから、それが染みついてしまっている。それとね、フランスには日本のような建前はないから、日本人の曖昧な答え方をどう判断してよいのかわからないことも多々あるわ。例えば、考えます、検討しますって言葉通りの意味かと思っていたんだけど、多くの場合断りの言葉として言っているのよね。これは知らなければなかなか理解できない。日本語を勉強しているとはいえ、まだまだわからない言葉もたくさんあるわ。でもこういった日本文化については、彼が少しずついろいろと教えてくれたから、ホームシックになるようなことはなかったの。彼の両親も優しくて、何度かお会いした時も、日本に来たばかりの私をとても気遣ってくれているようだった。日本に来てよかったと思うことはたくさんあるわ。日本は電車が時間通りに来る。みんな並んで静かに待っていて、この平和なところが大好きよ。フランス人はいつも喧嘩しているからね。みんなルールを守って、公共のものは常にきれいに保たれているところも素敵。人が暮らしやすいように、街の至るところに工夫が凝らされているのよね。私は実際に住んで、日本の良さを実感して、両親にどうしても日本を見てみてほしいと改めて思った。その頃、父とは頻繁に連絡を取っていたけど、母は相変わらずの態度で、日本に来る気はないようだった。そこで二人で考えたのが、日本独自の製品なんかを両親にプレゼントしないかということ。ある時彼が、ボーナスが入ったからフランスのお母さんに着物をプレゼントしようと言ったのよ。フランスで日本の着物はとても有名だから、母も喜んでくれるかもしれない。着物っていくらするのよ、確か高級品じゃなかったかしら、などと不安もあったわ。だけど彼が言うには、今は着物をプレゼントする人も増えてきていて、着物一式セットで20万円もいかないものがたくさんあるらしい。大きな出費になるけど、これで母が喜んでくれたら、家族の関係も今以上に良くなるはず。そんな思いで、どんな着物をプレゼントしようか彼と選んだんだけど、着物って本当に美しいわね。浴衣なら着たことがあるんだけど、着物を着た経験はないから興味津々で見ていたら、リリーも着物欲しい？と彼に聞かれて、着てみたいとは思うけど今はいらないわと答えた。リリーは着物も似合いそうだよね。日本にはレンタル着物もたくさんあるから、いつかリリーのお母さんが日本に来たら、二人で着物を着て観光をするのはどうかな。きっと楽しめるよ、と言ってくれて、彼が言うなら本当にそれが実現するように思えた。あなたは着ないの？と聞いたら、僕はリリーのお父さんと一緒に楽しそうな君たちを眺めるんだよ。最高の時間になるだろうな、なんて言って笑っていた。着物の柄を選ぶにもいろいろとコツがあるらしくてね。母の肌の色や髪の色なんかでパーソナルカラーを見て、体型なんかも考慮して、淡い水色の着物をプレゼントすることにしたの。惚れ惚れするような芸術的なデザインの着物、母が気に入ってくれると良いんだけど、
お酒が好きな父には日本酒をプレゼントに選んだ。アルコール度数の高いお酒は発送禁止になっているんだけど、日本酒くらいなら大丈夫そうだったから。日本からフランスへ発送してそろそろ着くかなーなんて思っていた頃、両親から連絡があった。ビデオ通話だったんだけど、なんと母が泣いていたの。私はびっくりしてしまって、どうしたの?と聞いたわ。そしたら母は着物が美しすぎて感極まってしまったというの。泣いてしまってごめんなさい、こんなに綺麗なプレゼントを本当にありがとうって。父もとても喜んでくれていた。日本酒にはずっと興味があったんだよとニコニコ笑ってくれて、私も幸せな気分になれた。私は思い切って、ねえ、落ち着いたら二人で日本へ遊びに来ない?と提案したわ。両親は心よく OK してくれたの。ちょっと物で吸ってしまった感じはあるけど、これでやっと両親に日本を案内できる。私は嬉しくて隣にいる彼に思いっきり抱きついたのを覚えてる。両親が無事に日本へ着いて、まずは浅草を案内しようという話になった。そう、母と私二人で着物を着て街を歩いたのよ。これは本当にかけがえのない経験になった。何か特別な礼儀作法があるのではないかという心配もあって、すごく緊張したんだけど、母は私よりももっと緊張しているように見えたわ。そんなに緊張することないよって、普段着の彼と父が言うから笑ってしまった。最初は少し動きづらいねと母と話していたんだけど、すぐに慣れることができて、4人で浅草寺へ行ったの。私は浅草寺へ来るのは2回目だったんだけど、着物姿で歩いてより和の雰囲気を堪能することができた。和菓子屋さんにも入ってね、着物で和菓子を食べるのは緊張したな。両親は和菓子の味に感激していて、日本のスイーツがこんなに美味しいなんてと驚いていたわ。これならきっと食事も気に入ってもらえるだろうと思った。着物で食事をするのは私たちにはさすがにハードルが高かったからね。一旦着物を脱ぎに戻って、その時母は素晴らしい経験ができたと大喜びで、着付けを担当してくれた人に着物についての質問をたくさんしていた。最初は私が通訳してたんだけど、着物についての説明は私にもわからない単語がたくさんあって、途中で彼にバトンタッチしたの。話を聞いていて私もすごく勉強になった。その後私たちはお蕎麦屋さんで遅めのお昼ご飯を食べた。母も父も大きなエビ天が入ったお蕎麦にとても満足していたわ。その後も何日かかけて浅草を中心に東京の観光を楽しんだの。寿司やうなぎ、お好み焼きなどいろいろな日本食も紹介することができて、とても喜んでもらえたから本当によかった。父はすっかり日本酒の虜になってね、いろいろな種類の日本酒を試していて楽しそうだったな。彼の実家にも招待してもらって、彼や彼のご両親の人柄もあって、とても和やかな時間を過ごすことができた。彼の実家には畳の部屋があってね、それにも両親は感動していたわ。私の母は畳の部屋にある仏壇を見て、これは何ですか?と尋ねていた。亡くなった親族やご先祖を大切に供養するためのものだと知り、素晴らしい、素晴らしいわと繰り返し言っていたのが印象的だった。それにしても少し前まで母はあんなに日本を嫌がっていたのに、こうして日本の良さを分かってもらえる日が来たことに感動している。
だってフランスに帰る頃には母が日本に住むことを決めたあなたたちの選択は大正解だと思うわ。私も日本に住みたいと感じるほどだもの、なんて言っていたのよ。少なからず偏見を持っていた母のような人でも日本にはまってしまうんだもの。やっぱりすごい国だと改めて思った。そして何より母をずっと気遣ってくれていた彼に心から感謝しているわ。これからも彼と一緒に幸せな時間を過ごしていけますように。エピソードは以上のような内容になっていました。ご両親に日本を気に入ってもらえたようで何よりですね。国際結婚は何かと難しいこともありそうですが、様々な問題を二人で解決していくことができる素敵なご夫婦だと感じました。この投稿に関しては海外から様々なコメントが寄せられていましたので、最後にいくつか紹介いたしましょう。海外の反応。この二人はお互いの国の文化をリスペクトしているところが良いね。日本人と結婚してうまくいかないカップルはパートナーが日本語を学習しないケースが多いよ。日本ではそんな風にしないってアドバイスに耳を貸さないんだ。なんて素敵なカップル。私は日本人男性と結婚したアメリカ人です。結婚式はアメリカ風にしましたが、唯一彼のご家族が美しい着物を着ていました。私の大切な大切な思い出です。お二人のご多幸とご健勝をお祈り申し上げます。俺ももし日本人と結婚したら速攻で日本に移住するだろうな。世の中には本当に素敵な着物があって、私は伝統的な衣服を見るのが好きなんだよね。ほとんどのものは豪華で複雑で、基本的にそれ自体が芸術作品なの。日本にはまだ伝統的な服を着ている人がたくさんいるのはいいことだと思う。日本人といえば一般的に犯罪を犯したりしない常識人ってイメージだよ。逆にうちの娘なんかを嫁にやるのは申し訳ないとすら思う。まとめ。国際結婚ではお互いを尊重し、オープンマインドで接することがより一層大事になってくるのかもしれません。お互いの家族や友人とも関係を築き、異なる文化や言語を背景に持つ人々との交流を通じて理解と共感を深めることができるのが国際結婚のメリットの一つでしょう。異なる文化や言語の架け橋となり、多様性を受け入れる力を育むことができそうですよね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。